襲名菊とは、ポウ外科の植物の一種。別名、木ギ菊。名前に菊がつくが、菊の仲間ではなく姉森の仲間である。中国から古い時代に入ってきた、菊科植物である。文献上では、花壇項目に、襲名菊の名前で記載が慣れていて、日本に定着していたことが伺える。中国では、秋葉松の本草項目には記載はなく、3サ図絵に、 秋ボタンの名前で記載されるようになる。秋ボタンの故障は、貝原駅券も、山和本蔵で使用している。以後日本の演芸書には、襲名菊、秋ボタンで紹介されることが多くなり、締め菊、シ菊、香賀菊、越前菊、木船菊、東菊、小牧菊、秋釈薬などの多様な別名で呼ばれることになった。褐色は、赤紫色であるが、近年、 多種との交配品種が市販されるようになり、便数が少ない品種や白色の品種が多く栽培されて、名称の混乱が見られる。禁煙のアネモネなどと同様、プロトアネモニンを含み有毒。乳液に触れるとかぶれを引き起こす。花言葉、忍耐、薄れゆく愛情、汗てゆく愛、淡い思い、多感な時多年草で、開花期は秋、高く伸びた家系の上に大柄な花をつける。 花は多数の赤紫色の花弁状の学編が目立ち、本物の花びらはない。中央には黄色のおしべが多数ある。ありがとうございます。